これはね、福知山国宝にちょうど行ってましたね。ここちょっと回れないみたいですね。国宝が残ってましたろ。残ってるんですよ、これ。鳥がいっぱいおります、鳥が。あれ？なんだあの鳥は。カモかな。こういう号があってね、横の号もあるのか、残ってるのかね。横の号もね、残ってるかどうか行ってみましょうかね。はい、すみません。はい、ごめんなさいね。はい、ちょっとワンちゃんが今ね、通過しましたからね。あら、これ残ってんね、左も残ったんだけどね、道がね、これどうなんやろ。こうや、福知山くん、155m やから全長がね、そこそこ大きいんやけどね。現在地中入れねえな。ということは池が2つ奥まで行けんのかな、これ、まあね、ちょっと入ってみましょうかね。福知山古墳、もともとこれはね、もともと水をせき止めるためのあれやね。あら、行けんてな、これ中入れんねやわ。こちらの方が豊富やね、これ。豊富ということはね、通常は興奮やから、こう円墳の方が高いんやけどね。ちょっと行ってみましょうかね。もう入れんねや、福知山君。全長が 150m。 高くなってる。おお、なくなってる、高くなってますわ。なかなかね、こういうね、山の中で水が全部溜まってないんでね、航空写真で見ると見えるあの形わからないんだよね。あ、水がないけど、あのイメージ的にわかんないしたな。こんなんな、豪があったんだよね、これ。これが昔の気温ね、山のふもとにね、遠方公園を築いたんだよね。お、これは上がれるぞ。いいね。あんまり古墳の中なんかね、なかなかね、上がれないからね、入れないから。ここが公園墳の方でございますね。ちょっと、イメージ的にちょっと崩れてるね。あとはね、これここにね、こう転んでるから、ここにね、石棺があってたかもしれんな。こんなやつ、こうね、ここが一番高いとこやろ。高いとこです。そうするとね、これは何だろう、あの下で、普通はこんなんないんやけどな。日本が終わったほど終わりなんだけどね、崩れたんやろか。よくからん、まあ山やからそのままね、そのまま下かもしれんね。こんなんだ、これ。はい。ここが円墳の方でございます。下見てみれば。ああ、水の、ああ、水か。ちょっと面影残ってます、水下ね。ああ、だいぶ下。25メーターも30メーターもあります、下までね。ということは、
通の一般の人じゃないわね、これ。はいはい、ありがとうございました。これが、福知山昆布でございます。ほら、怖い怖い。福知山昆布か。あの下の古墳が2つ見たってやる、あれもそうやな。貝塚はあれも全部こういうふうになってたね。こんな高さですよ、あれ下までね。で、この人向こうの方に水残ってんけどね、向こうと左の方とね、水が残ってます。キノコがいっぱいでございます。これ、シイタケだ。シイタケやな、これ。あ、違うな、シイタケじゃないわ。シイタケなかったです。いや、入れた入れた。ありがとうございました。左と右とこれ高さ違うね、水のね。こんなばっかり棒の高さ何段も作ったんだろうな。後ろの方がえらい低いんでね、ちょっとよくわからんだけど、おお、引っかかって引っかかってる、引っかかるね。よし、これやろ、この高さでは、あの高さやからね、ちょっとわからんな。この下行けるのかな、これ。航空写真はこれでは下は行けないのかな。何か見えないかね、ここが。それね、ちょっとそこそこあるね、これ、号の広さはね。行けるかね、あれ。左に行けたようにないんだけどね。これこうどうだよ、これ。すまへんな、これ行けそうもないね、これ。左にはここはね、向こう下へ降りて上へ登らはったら、そんな道あるんですか。あります。あの辺畑やからね。あ、畑また右へ。この串山古墳、これ、はい、これは入れます、向こうから。そうそう、あのこうちょっと公園みたいになってますよ。ちょっと上登っていかはったら行けます。ちょっと行ってみようかね、すみません、ありがとう。下まで降りて、また右に下まで随分降りなきゃいけません。だいぶ降りなんとあきまへんか。そうですね、ちょっと100m、ありますね、石の、はい、そこすぐ横切ってね、で右にちょっと右ずっと上に登る。はい、ありがとうございます、すみません。ちょっと行ってみよう。右に公園の中があって、それ右に行ってね、入ります。ちょっとこれ行って、これか、これ入れませんね。先通ってないな。あ、その辺が左に曲がったんやわ。そこね、そこ公園って。ここまで来たんやから、ちょっと右回ってみましょうか。串塚古墳やったっけ、串山古墳やったっけ、どうやったっけ。
あ、これ公園や。これ右。おお、公園があるんだよ。ここの公園も使われてまへんな。これ。辻院蛍光天皇陵。まあ、まあ、すぐ横やからね。すぐ横やけどね。ああ、それね。はいはいはい。はい。今ここ、ここね。で、これずーっと行ったら、ここね。公園になってます。これ左に行ったらね、向こうの方にまだ公園があって出れるらしい。畑がある、上がるね。お、電池がもないな、電池が。電池切れですよ、これ。公園もきれいに整理してくれたんだけどね、誰も使ってませんわ。あっちもこっちも。お、車がおるで。これで上がっていくわ。ほんで上にも公園があるとね、これ車が歩いた、あの走った後見当たらないし、歩いた雰囲気もないし、これ歩いてないね。金かけていろいろやってはんねんけどね。公園どこあんのかね。あら、わからん。あらあら、これ公園か。これね、ここ公園でございます。さっきの反対側、ちょうどこれ反対側だ。これ何や、国の公園になってるんか、これ。あは、この辺ね、公園ね。公園でしたか。公園でした、公園、これ。これは郷じゃなくて畑になってますね、これ。ほんでまたずっとこれ上上がんねんか。上がられんもんね。上がれそうもないね、これ。これね、さっき中入ったんだけどね、これ反対側。これがね、北川ですよ、北川。ああ、上上がられんな。いやいや、これ上がれんわ。これ上がれたら早いんだよね、帰るのがね。そっから上がれへんのか。なんか上がれそうやで、そこ。これ、一周くるっと回って。あらあら、そこは行かれんかい。ここは。行けないんか。おか。おい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 、これ上がっていこう。よし、上がっていこう。よし。え、こっちおったっけ。おいおい、木が倒れてまんねん、木が。あら、行きませんか。お、行ける行ける。ここは行ける。ほら、全然早いよ、ここ行った方がな。いい、ここや。よしよし、これ早かったわな。もう電池がないから切れるね。
ここでまた一周回ってきた。いやいや、待てやねえわ。一周回るし、一周ね。じゃあこっち山登る道？え、こっちです。いやいや、向こう行くの。これ山登る道？これはね、ここの越山古墳かなんかの。あ、そっか、ごめん。古墳に行きますわ。はい。山の道はね、今下り果たところです。ちょっとわからんな、あれやな。ようあるじゃないけどね、今日は。なんでやろう。今日はだいぶあったね。珍しくね。普段会えへんねんけど。